最も鋭い官庁が決まる官庁グランプリ。ルールは単純、お互いに官庁を打ち合い相手を打ち抜けば勝利となります。刮目せよ官庁の打ち合い。まずは選手紹介。花嫁、さあ彼女はいかがでしょうか。これウェディングドレスってことは式の最中に来てしまったんじゃないかっていうのちょっとあの私が心配ですね。頑張っていきましょう。対するはピアノの演奏者、彼女はどのように戦うのでしょうか。ピアノの演奏だと指先を一番使う仕事といっても過言ではないんでね。どのように使っていくのか。ピアノの演奏者バーサス花嫁。エレガントかつゴージャスな対決、本日は華やかな官庁が見られそうです。選手入場。さあ両選手入場です。ガチャの花嫁の方はプロポーズが成功してですね、この間の試合をご覧になりたいと思います。おっと、おっと、花嫁、大阪大会が繰り広げられている。高瀬いかやフェリーが、いや花嫁子が先行セット。さあ花嫁が先行セットに入ります。ピアノを回せる、そうですね、あれが防御対象です。花嫁子の方に大阪が行っている。これは面白いですね。さあ戻ってきました。打った！おっと、ピアノの演奏者すぐに顔が歪んでいる。花嫁の様子が見えるのか。しかしここは耐えたようです。見事だな。ああ悔しがってるわ。そうだわ、仲良さそうですね、あの2人。いいですね。そしてここはピアノの演奏者。あっと、これはこの防御、これは安定感がありそうですね。打ち抜くことができるのか。レディーカット。おっと、やはり花婿の方に向いていく。面白いですね。こっち、さあ戻ってきました。打ったいいかな。これは顔が歪んでいる。花嫁が耐えきれない。決まった。これは反則ではないのでしょうか。さあレフェリーがどう出るかですね。あ、やはり打ち込んでいますね。蹴ってますよね、完全に蹴ってます。花婿まで巻き込まれています。ジャスの頑張り治療を、これは打ち抜きはしましたもんね。そうですね、あとでがこの蹴りが入りますよね。官庁が聞いていることは間違いないのですが、何が決め手となったのかが微妙なところ。しかし完全にノックアウトですね。勝負は決まったみたいですが、ここからどうなるのか。お、レフェリーの判定が下る。あ、気づいてますね。そうですね、さすがに見逃してはいない。あとイエローカードが出ました。ピアノの演奏者ショックを隠しきれない。イエローカードが出ましたが、勝者はピアノの演奏者です、うん、さあいかがだったでしょうか。まあ、勝ったっていうのはそうですね、分かるんですけれども、イエローカードが出てしまった、これがどう影響するか。さ
そうですね。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。